どうもこんにちは、ドッカグンです。本日はこちら、防衛大学校開校祭に参りました。おなじみの重機続きまして、正社の方歩いてきて、あ、裏側に、はい、この奥が売店ですね。売店、売店、え、この奥にあるんですか。はい、この建物。あー、あれ、ちなみにただいま、このような護衛艦コイズム、すげえ、海上自衛隊からお借りしてきたそうです。すげえ、わー、ほんとだ、かわいい、作りが細かいね。え、そしてこの奥に、あ、あちら、あ、ありがとうございます。あ、はい、あ、ちょっと見たことあります。あ、ありがとうございます。じゃあもっと見てもらってよろしくお願いします。ありがとうございます。あ、すごい、ちびしま、霧島のことかな、ね、ちびしま、この展示物、うわ、作り細かいです。すげえ、ものすごい精巧に作られていますね。入っております。ほら、そしてもう今の時代は東大生もキャッシュレス決済に使える。キャッシュレス決済がね、使えますよ。行ってみましょう。え、コンビニ2つあるんですか。コンビニはこっちですけど、こっちが第2売店って言って、左がコンビニ、右が第2売店。はい、じゃあ先ほどのあのね、左側のコンビニからの右側でございます。右側、第2倍っていう、すごい、広い、だいぶ広い。これが見える専門店。こっちもよく使いますか。こっちはあんま、ちょっとあっちの方が、ああ、そう、装備系が多いっすね。そうですね、はい。こっちもあのね、高級ハイスペック中敷きとかね、はい、普通にこうスポーツ用品的な放題の、あ、アディダスなんですかこれ。アディダスね、あ、スポーツ用品とか、はい、スポーツ用品、あ、スポーツ用品、あ、なんかこっちの方がすごいこうワッペンとかグッズ系ですね。記念ワッペンとか作ることもあるんですか。記念 T シャツとか、T シャツとか、記念 T シャツ、昨日見ました、あの棒倒し、ね、いっぱい使うので棒倒しの時に一番使います。使います、はい、一番です、一番使います。じゃあこの時期一番、あとカッターですね、カッター競技会の時も巻きます。あ、豆が冷たいですね。カッター競技会も全員でやるんですか。2年生だけです。2年生は、はい、全員勝った、はい、この時に、はい、テーピング、ね、じゃあもうあれですね、テーピングはもう全国の売り上げの棒大戦がかなり使ってますね、本当ね。そうですね。これ売る、これ売ってるって、50人ご利用だ、50人利用していいんですね。これを買うための計測機じゃないですかね。ね、あの10人部屋で1人カチャ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 やってる人もいるのかな。一応測ってみて、強さで。ね。野球ボール、あ、まあ、部活ありますもんね。はい、ね、スイミングとか、サッカーとか、いろいろ普通、うん、ランニングやってます。じゃあもう装備類ですね。そうですね。結構やっぱ装備陸多いですよね。はい。陸が主なので。陸が主ですね。あ、ダンボール。これはもう、でもやっぱスペース的にはなんか本当売店って感じですね。うん、なんか。駐屯地とまたちょっと違います。雰囲気が。こっちも完全に駐屯地な感じです。はい、あ、出た、ね。白団体。ソフト団体、柔らか。見てください。柔らかタン。柔らかい。これは柔らかいのよ。完品だと硬い時の。ライト類。ライト類。ヘッドライト。いや、こっちもですね、自衛隊のね、これとかもね、これ使います？
私航空要員なんで使わないです。あ、航空の要員になるとあんまり鉄鉢は少ないですか？少ないです。かぶらないです。かぶらない、はい、全く違うんですね。そうです。陸上要員であれば鉄鉢はかぶります、はい、全然違いますね、内容が。これね、あれも行こう。あっちも中敷き文具系、文具系ですね。あとあのあっちがなんか東大生の、はい、生活用品、東大の1年生がまあまず買う生活用品があそこにギュッとなってるそうで、入ったらこれだみたいな。これですか？まずその1、入ったらこれ雑巾、絶対掃除使いますから。あ、まず1年生は雑巾を買って掃除、まあ、清掃で使います。清掃でいろいろ、はい、ね、使うと。すごい、まああんま見ないぐらいの雑巾ね、一家庭分ぐらいの雑巾。これでまず掃除を覚えましょう。はい、ね、掃除がいろいろあるみたいです。ここで、あ、コロコロとかね、清掃用品、生活用品で、まあ自分の場合は自分で洗えよっていうことですね。そうです、大体これ、この襟に塗ってくるとか、これが染みたりですって言って、例えば上級生が食事をしていて、はい、こぼしてしまったってこれはサッと出して、こういうの、はい、上級生がシャツを汚れたって時にはポケットからシャッと、そうです、健康用品です。襟とかこういうのはまあ個人個人それぞれ、ね、制服着るから、なかなかね、その10代の男の子のポケットからこれさっとね、染み取りっていうのね。もうこのキャラクターですね、この女性のやっちゃったっていうね、もうこれあの膨大の、ね、キャラクターでもいいぐらいにやっちゃったんですね、制服着て。これがあのこれアイロンで使ったりする、あ、キーピングとか、これもね、端と決めるのにやりがちですね。最初はあれなんですか、キーピングなしで。最初は、まあ、もう変なラインをつけたらいけないので、あ、ラインを覚えたらこれでもうバキバキする。やっぱそれは身体的な流れがあるんですね。あとは忙しい生活に疲れてた。え、なんですかこれ、もう髪も顔もすげえ洗えると。1年生の頃はもう時間がとにかくないので、これあれですよ、逆に普通に薬局であんま見なくないですか、髪顔全体これ一本でやる。もうだから同じこれ一本でいいんですみたいな。これとにかく時短です。上から全部いくんですね今、はい、こうですね。これでもいいっすね。私ちょっとこれ、え、薬局で俺見たことないけどね、ビオレで。こんな、あ、ちょっと待ってください、髪顔体までですよ。宮本隊もこれもうワンで行ってました。1年生の時ですか？1年生の時は使ってました、ね、ここから上下全部本当に時間がなかったので、これでバッて済まして終わりになって、これおすすめ、まあ、おすすめだからこう言ってんすもんね。そうですね、腹もちょっとなんか士気の高い、士気の高いボディこれ4年生とかになってくるとこれなんじゃないね、こっちからこう急に、こういうのワセリンも使います。ワセリン何に使うんですか？ワセリンはもうとりあえず怪我したんで、あー怪我したら滑りよく、はい、あのキズパワーパッドとかも売ってますもんね、訓練で怪我しちゃいます、ね、訓練とか部活とかで、そうです、振り向けたり使いますね。すげー。あとこれですね、お、ダッシュ麺、これは何？靴を磨くのに、あ、これ使います。単価でも単調か、ね、戦闘かでもこれです、ダッシュ麺。私も舞台の時に人によるですけど使ってる人はいましたけど、あれば使うって感じで。どうですか、こっちがメジャーです。そうなんですか、はい、これは、靴汚れてたらまず水で泥を軽く落とさせて、はい、これで足手をちぎって、はい、で靴墨をつけて、はい、塗りたくっていきます。仕上げもこれです。うわー全然違う。そうなんですね。じゃあ全国の脱脂麺の消費率 98% ここです、はい
私もちょっと使っアルマ使ったことありますけど、基本自衛隊ってね、あのウエスって言って T シャツ木の切れ端とか、うん、そういうのとか布の切れ端みたいなのねやること多いですけどね。あとはね、フローベとかこういうのも買うんですか、入ったら買う分には買うんですけど、大体もう私とか4年生から、卒業して4年生もらって、あっ、おさがり、はい、そういうシステムですか、そういうシステムもあるんだ、おさがりが次入ってくる1年生のために、次2年生になるか、学生が対バングッズとしてはそろえる、あ、そうなんですか、はい、2年生がちょっとその時1年生ですけど、次の2年生、1年と2年生になる1年生が次の入ってくる1年生のために対バングッズとしてこういうものを揃えます。あ、買って揃えてあげる、はい、あ、買って揃えておくんですね、頑張れよ、あ、感動ですね、うん、1個下に、はい、1個下のために用意します、1年生終わったよ、俺ら2年生になったよ、お前たちこういうの使うよ、3月ぐらいになるとここら辺がちょっと品が薄になるもう一気に買うと、はい、はい、ということで、今日は売店を見させていただきました。コンビニ売店見れてね、私感動いたしました。どの中東市ともやっぱ違いますもん。あ、そうなんです、はい、売ってるものがなんかちょっとね違いました、はい、面白かったです、またよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。